中学生最後の夏休みが終わり、新しい季節が始まった。周りの友達たちが少し大人びて見える、そんな始業式が終わる頃、鈴木少年の心は決まっていた。今日は栄に一人で行こう。そして大人がいつもやっているあの替え玉を頼むんだ。学校帰りにいつも通りかかる豚骨ラーメン屋栄。カウンターだけの飾り気のないそのラーメン屋からは、大人の世界の渋さが匂い立っていた。栄の客はいつもお一人様の大人だけだ。会話もなく、食ったら即座に帰る。まずそこが渋い。店長が湯切りをしている時の顔が尋常でなく怖い。そこも渋い。そしてこの店で随分長く働いているであろう店員のラットフェイという女性。彼女が何人なのか全くわからない。そのエキゾチックさがまた少年には格別に渋い店なのだった。その店に、その世界に少年は今一人いる。この店には父親に連れられて何度か来たことがあるが、思春期の時期に親子連れというのは何か気恥ずかしく、皆が気軽に店の人にかける替え玉くださいが、少年はどうしても口にできなかった。替え玉ください。でも今日は言う。何しろ僕は始業式後の中3なんだ。いずれ高校生になる自分にめちゃくちゃリアリティを感じているんだ。味玉豚骨一丁ね。お願いします。すいません、替え玉。替え玉はかっこいい。同じ100円の小ライスより全然かっこいい。それはラットフェイさんの表情を見ればわかる。替え玉ウェイ2回目ウェイウェイ、きっと3回目もウェイウェイウェイ。替え玉の時のラットフェイさんのあの、あんた分かってるね感、早く僕もあの顔されたい。少年の決意は固まった。丼に十分なスープが残っているのを確認し、息を整え洗い物をしているラットフェイさんに言った。あの替え玉。おや、声が小さかったのか。すいません、あの替え玉ください。え、無視、そしてやれやれみたいな感じ、何？少年は半ばパニックになり、ついに彼女の名を呼んだ。のラットフェイさん、替え玉ください。うそーん。どうした？ラットフェイさん、すいません、替え玉ください。ラットフェイさん、何？なんでこの子を無視してんの？子供だから。え、子供だからって。私の国では子供の言うことそんなに聞かなくてもいいったから。そういう理由？いやそういうんじゃないでしょ、お客さんだから。お客だからといえば子供で亡くなるわけではないったから。子供なく、あれ欲しいこれ欲しい、親全部聞く。買いましょう買いましょう、お金なくなる、破産、一家心中、国滅ぶ国滅ぶ。だから子供のことを大体無視する。それが平和。ラトフェイ、日本が好きだから。そうか、そこまであれじゃな、じゃあそんなことだから
ごめんね。今日のところはまあ引き下がって。ナルトあげるから。直渡し。替え玉ちょうだい。ウェイウェイウェイ。少年は今日の敗北を、大人の世界での理不尽な敗北をかみしめていた。ふん、そうきますか、そうきましたか、大人の世界さんよ。ふん、面白え、上等だ。いつかあんたから必ず替え玉いただいてみせる。あんたのウェイきっといただくぜ。その日を待ってな。今はこの手につかむぜ、チェンジングボール。子供の替え玉まだ早い、ライス工夫統計。頼むよラッドフェイ。わわ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 わ